親父狩りっすね。合宿とかやってんのよな。お友達かな、ここ出会いは。俺が行く先かい。俺グマのユーバルタミー、グマのキジャガです。グッジャ、本日の企画は2024年二十歳の都度インタビュー。はい、おめでとう。おめでとうございます。はい、ということで、はい、毎年これ二十歳のクソガキのインタビューを、あークソガキって言うなしていこうかなと。ね、ショート見てくれた人いるかもしれないけど、ジャガーさんが変態カメラマンに扮して、はいはい、写真撮りくる成人式のジジイ、はい、いました。あ、やめろよいました。あれ違うね、お孫さんが撮り来たんでしょ。あれ孫撮り来るのってあんな闇に潜んでねえあれはね、記録じゃないです。記録じゃない、自分用ね。自分用です、あれは、はい、完全に。そういうの本当やめましょう。じゃあということで、はい、じゃあちょっと高崎のね、まず高崎の成人式、はい、ちょっとインタビュー行っていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで、はい、さっきね、声かけてくれた新成人何人だ。8人。悪いやついるか、今から。いない。あれいや、一番その前の悪そうじゃないか。いやいやいや、全然まあ、しょうがないやつかみたいな。それ突きでっか。じゃあ、どう、抱負あるか。新生ちょっと寄りますよ。うん、酒とタバコ頑張ろう。湘南の風じゃねえかライフスタイル湘南の風のやつとか酒とタバコなり頑張りたい、頑張りたい。あ、頑張るもんじゃねえ。頑張るもんじゃねえ。頑張るもんじゃ自然とやっていくもんだから体壊したから頑張っちゃう。そうっすよ、そうっすよ。じゃあデメキン、はい、新生児の方法あるかな。じゃあ捕まらないギリギリ攻めたいっすね。え、悪いことしてたの。いや、しないっす。1回も。あ、まあ小学校の時やっちゃったみたいです。どんな悪いことした。先生の頭にシャーペンぶっ刺したくらいですかね。シェアしてるんだよ、これめちゃめちゃシャーペンってのがいいね、またね。シャーペンってのがいいよ。ドクターグリップ、はい、いや、ディズニーのお土産っすね。くれた人に謝れよ、本当に。今、くれた人に謝れ、うん、ごめんね。まさき、どうだ、新成人になって抱負はあるか、抱負は。親父狩りっすね。ブレイキングダウン出たい人親父狩りしたいの。はい、親父狩りがあります。ええもんやん。じゃあ俺も行かれちゃうと。いやちょっと強そうなんだよね。じゃあ選ぶじゃん。ゆういちろ、ゆういちろ、ゆういちろ、新生児の抱負はありますか。今年から就職なんで。おー、就職頑張ります。何するの。勝負します。おお、勝負師。大丈夫か、親父狩りするやつ、シャーペンに頭刺して一緒にいて。あ、全然大丈夫です。大丈夫、方法教えてください。早稲田大学に通ってるんです。あれ群馬を引っ張っていけるように俺についてこい、群馬。ふざけんじゃねえよめちゃくちゃ声小さくなってたぞ。ついてこい。自立ぼみになってた。自立ぼみも自立ぼみだったなんか新成人の方法ありますか、ダップランは。最近彼女ができた。あれ、うん、今日が心配ですね。同い年だね。会場が違うんです。え、ダップランのがやっちゃう可能性はないよ。おそらくない。ないんじゃないですかね。ない。人任せの。人任せ。自分の意思やばいって。なしやな。はい。お疲れ。はい。また声かけていただきまして。はい。3人のインタビュー。していきたいなと思います。はい、はい、ます。じゃあまず奥の方から行こう。なんて呼んだらいいかな。トワで。トワ、トワ合宿とかやってんのよな。やってます全然やってた、はい、全然やってます。オッケー、じゃあモザイクかけといて。オッケー、モザイクね。トワモザイクで、はい、お願いします。嘘な。新成人の抱負とかあるかい。あー、そうっすね。二十歳になったばっかりなんで。お、今のうちにできることを、うん、やりたいだけやろうかなって。車とかもいいじゃん、車高とか開けちゃって。ああ、いいね、キャンプ仕様にね。いじっちゃって、ライトもね。ライトもいじっちゃって。ライトいじっちゃって。女の子いじっちゃってるの最近。
女の子は結構いじりまくりっす。いじりまくり。南です。でけえなおい。マジででけえぞ本当に。えぐい。南なんかやってんのかこの体格を生かして。バスケやってるっすよ。バスケだだよな。バスケっぽいよな。現役現役っすよ。大学で。あ、大学行ってんの。まあ、一応聞かないとけど。聞かないとこ。悪い言い方しそうだから。後々あれタイマーのあれ捕まれたんだよ。いや、やめろよ。間違いないじゃないですか。間違いないっすよ。嘘だよね。全部嘘ですから。新ステージの方法あるか。とりあえずは無事に大学卒業して、うん、そうだな。まあ社会人3年目で結婚したいですね。めちゃくちゃ先見てんじゃん。千尋です。千尋。千尋、はい、さっきねちょっと声かけてくれた時に言ったんだけど、うん、俺がどんくらい前、3年くらい前か。そうっすね。3年くらい前に後楽園で話しかけられて、うん、で一緒にあのお会計してあのごちそうしてあげた子が、はいはい、うん、なんと成人式で今出会いました。すごいね。高校でラグビーですよ。ラグビー今もやめてね。ラグビーはね、うん、タイまで捕まったんだけど。そうですね。もういい。またハイプしちゃった。やめろよ。すいません出すな。声も怒られるな。怒られる。すいませんでした。冗談です。はい。見てんじゃねえよ豚。はい、ということで高崎のカップル二十歳の集い伝えました。はい、伝えましたね。大ちゃんみーちゃんは付き合って1年7ヶ月。そうなんですよ。出会いは、まあ、高校一緒で。あれ。おお。そう、先輩後輩みたいな。そうですね。で、どっちから合格したの。そうなんですよ、男気がなかったっていう。みーちゃんが熱々な。あ、まあまあまあ、グイグイで。あー、グイだ。あ、どこが好きなの、大ちゃん。あー、顔と、あとは、うん、面白いんですよ。いや、面白い。面白い、面白い。面白いんですよ。面白い。こんなのヤンキーにかなわない。だって、まあ、全然って言った時の目、血走ってたもん。負けたくない、俺。いやいやいや。確か面白いね。かっこよくて面白い。かっこよくて面白いもん。もう、強いね。結婚すんの。あー、考えてます。あら、うわお。マジ。はい。あ、そう。はい、ということで、はい、大ちゃん、みーちゃん、幸せにということで、はい、ありがとうございます。はい、22おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイエイエイ。極上予想だけど、はい、新成人1の成人済みが3です。あー、もう予想っていうか、もう見てわかる。見てわかる。見てわかる。じゃあ、奥の方、ちょっとなんてお呼びしていいですか。まさか。まさ。はい。ひなで。ひなちゃん。ひなちゃん。お友達かな。今は友達。今は友達なんだ。ちょっと気まずいですね。ちょっと気まずい。ちょっと成人してみて。何も変わらない。実感ない。選挙も行かない。選挙は行きたくない。行かねえよな。行きたくねえんだよ。これ見てるか。これが若者だよお前。選挙行きたくねえんだよお前。興味ねえんだよ。あ、やめろ。こういうこと急に言い出すの。困るから。じゃあ将来の夢とかあんの。おう、うん、ネイルサロン。すごいね。すごいネイルがすごいなと思ったもん。なんだこれ。トカゲ。トカゲじゃねえんかい。トカゲくっついなこれ。トカゲ好きってこと。トカゲ嫌いです。見てるか。これが若者だよお前。おだ隣にいるよ。シアルから呼び出されてよ。お前、水崎組んだりまで来たよ。お前、成人おめでとう。おめでとう。よっしゃ。すごい。呼んでくれてありがとう。いえいえ、どんどん前に来てくれて。これが伊佐崎かい。これが伊佐崎赤堀。赤堀です。俺一番。気合一番。赤堀は気合一番ということで。シアル何やってる仕事。これは運転手です。ねえ。これは運転じゃねえよな。いや、これじゃない。これじゃねえよな。立派なトラック。立派なトラック。運べるか。チュドリックじゃねえな。違う。これじゃねえな。将来の夢とかあんの。将来の夢。将来の夢は。うん。現役バリバリ暴走族で。現役バリバリ暴走族。生涯暴走族で。いかしいね。もうあれなんじゃない。実名出ちゃうんじゃない。もう二十歳だから。いやいや。そしたらそしたら。そしたらそしたら。
新成人の抱負もらっちゃおうかな。そうだね、もらいたいね。まあ、合法になったんで。合法になったんで溺れるぐらい酒飲んでやろうかなと。最高どんぐらい飲めそうだい。今日月1本せーの、伊勢崎が気合い一番。捕まんねえように、消えるべ、早く。いいぞ。ずらかるぞ、ずらかるぞ。共同危険行為になっちまうから。みんなありがとう。ありがとう。おめでとうございます。本当に。